au カプコムの山田です。お疲れ様の金曜日、週末サクッと解説参ります。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、今週の日経平均株価とですが、まあ総選挙の結果受けという相場でした。まあ総選挙の結果はご存知の通り、まあ与党惨敗ということですよね。ただマーケットの方は与党過半数微妙みたいなね、事前の報道もありましたんで、さほど驚きはなく、むしろ知ったらしまい的に月火水と買い戻されたということではあったわけですが、まあ月火水でね、3日続伸1500、600上がったわけですが、何のことはない木金続落で、ほとんど帳消しという動きになりました。週を通せばたったの139円高ということで、まあ3週ぶりの反発ではありましたが、まあ今週は本当に行ってこいだったなあという動きです。まあ金曜日なんか特にね、今日金曜日、まあ軽く1000円安しちゃったわけで、9月末の石破ショック以来の1000円安ということですよね。まあ、今晩、雇用統計理解ということもあります。それから、まあ、3連休理解でもあります。さらには、来週火曜日には、アメリカの大統領選挙も控えると。まあ、一旦、仕切り直しということかな、というところでしょう。ドル円、ユーロ円につきましては、まあ、円安モラトリアもやや一服気味ということで、まあ、ECB は利下げ、日銀は現状維持、そして来週 FOMC は利下げと。いう流れだと思います。まあ、今週の、まあ、日銀会合では、まあ、時間的余裕みたいな表現をどうやらやめるそうですので、まあ、おそらくこのあたりのニュアンスというのは、年内の利上げを諦めてないということかなと思います。まあ、来週の FOMC に関しては、まあ、水木、木曜日ですね、0.25% の利下げということだろうなと。いうことですので、まあ、この絵を受けて、どうなるのかっていうのはちょっとね、見どころかなというふうに思います。今週のテーブル、まあ、先週お見せした3週分の1週が終わったんで、決算発表もあと2週ということになろうかということです。まあ、決算くぐり抜けて11月の15日に GDP ということで、で、まあ、決算発表が終わり、ボジョレ・ヌーボーを飲むと、もう今年もね、あと11月、12月、あと2ヶ月ということですので、どんな着地になるのか、あるいはどんな2025年になるのか、そういったことも含めて、情報を集めていくシーズンになってくるということです。来週の主なスケジュールは、ということで、まあ、国内は嬉しい3連休明けと。ということで、まあ、水曜日にトヨタの決算。金曜日がオプション SQ ということです。アメリカはと言いますと、火曜日が、まあ、アメリカの大統領選挙。まさに、世界のリーダー選び。の、これはまさに、米国の有権者にのみ、委ねられてるもんですから、まあ、いずれにしても、飲み込まないといけないっていう作業でしょう。まあ、おそらく、トランプさんかなと。私自身は考えていて、ハリスさんだと本当にいろんなことを考えなくてはならなくなるってことからすると、むしろトランプさんの方が経験がある分、織り込みやすいのかな、そんな感じで考えています。水曜日、アームホールディングスの決算。木曜日が FOMC の金融政策。まあ、そのあたりがイベントということになります。来週の見通しはということです。まあ、日米でまさに、前提確認ということですよね。まあ、日米で新政権、日米で新リーダー決まってくるということで、まさにこのリーダーが誰、マクロ政策はどうなる、世界の経済はどう、一国、自国の経済は成長するのか、つまり、経済成長の前提探し、確認、証拠探し、証拠集め、日米ともにそうなっていくんだろうなと思います。まあ、本年45週目ということで、まあ、年はね、52週しかないわけですから、
まあ残り7周ということで、もうラストスパートですよね。このリーダー、このマクロ政策、これが来年の世界経済をある意味決めていくということからすると、証拠集めですよね。証拠集めになっていくということです。まあ世界経済はって言いますとですね、まあもうね、まあそのウクライナ戦争に北朝鮮が参戦かとかですね、まさにイランに対してイスラエルが報復かとかも戦争拡大の気配濃厚な中、世界はますますややこしくなりますし、我々が考えている以上に G7 とか G20 の地位は下がってまして、一方でその中ロがリードするブリックス、さらにブリックスがリードするグローバルサウス、多数決取ったら負けてしまうかもしれない、まあ、そこまで、まあ、世界の秩序はまさにこの地図に乱れてる中、アメリカはどうする、日本はどうする、まあ、欧州はどうする、そういうことも含めてよくよく見極めていかないとややこしくなりますし、まあ日銀なんかね、本当にもう利上げやる気満々なわけですが、おいおいちょっと待ってくれってことですよね。日本自体もそのデフレ脱却を確かなものにしたとはまだ言えないステージなので、できるだけ利上げを遅らせるということプラス財政を吹かせるということで、まあ今般、まあ与党が大敗したことを受けて、国民民主の玉木さんがね、引っ張りだこになってるわけです。まあ彼の言う通り、その減税とかね、積極財政とかに踏み込んでいくようであれば、むしろ大敗してよかったな、みたいなところも見えてきますので、まあそこらあたり、どういった枠組みが組まれていくのか、注目していきたいな、というふうに思います。今週のサクッと解説はこのあたりで締めさせていただきます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。ご清聴いただきましてありがとうございました。